はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ニキータです。モスクワの26日火曜日の気温はマイナス2度、最低気温はマイナス4度となっております。ついに2023年も最後の週を迎えました。日本はもう年末年始の休暇に入ったのでしょうか。ロシアは年末はカレンダー通りで金曜日の29日まで営業、そして年始は1月8日までの休みとなります。ロシア正教会のクリスマスが1月7日ですので、年末年始プラスクリスマス休暇ということで、毎年この時期は大型の連休となっております。次回の30日土曜日が今年最後の動画となりますが、大晦日直前に時事ネタというのも良くないかと思いますので、最後はモスクワのライフスタイル版をお届けしたく考えております。ということで今回も時事ネタをお届けいたします。いつものようにどうぞラジオ感覚で最後までお付き合いください。それではまずは選挙からお伝えいたします。今年最後の選挙となりますが、いつものようにフロリダのサーニャさんのテレグラムチャンネルから25日月曜日時点での前線の状況をお届けいたします。まずは戦闘機撃墜合戦がロシア軍とウクライナ軍の双方から報告されているというニュースからお知らせいたします。ロシア国防省によれば、ロシア軍の防空システムが4機のウクライナ軍の戦闘機を撃墜したとのことです。ザポリージャのこの赤い円に入る距離にあるシローカエ、アダローフカ、そしてグリゴーロフカで SU-27 を3機、そして SU-24 を1機撃墜したとのことです。これらのどこかの地点では2機の戦闘機が接近して飛んでいた模様で、いずれも一つの防空システムにより撃墜されたものと思われます。次はウクライナ国防省の公式テレグラムチャンネルからの情報ですが、マリウポリ方面で SU-34 機を1機、そしてドネツク州で SU-34 を1機、そして黒海上で SU-30SM を1機撃墜したとのことです。特に黒海での撃墜が本当であれば、この距離から判断するにウクライナ軍は防空システムパトリオットを使用したのではないかとサーニャさんは見ています。サーニャさん曰く、ロシアもウクライナも撃墜したとのメッセージのみで、一つも証拠となる写真や画像がないことから、本当かどうかは何とも言えないとおっしゃっております。まあ私もずっと戦況を追っていますが、戦況が1日で激変するということはありえないわけですから、このようにお互いに戦闘機を突如撃墜し出すというあまりにも威勢のいい情報が出た場合、その情報の裏には両軍の思惑が必ずあるものとみて、その背景を探った方が良さそうです。ちなみにウクライナ軍が23日にロシアの戦闘機 SU-34 をヘルソン方面で3機撃墜したと大々的に報じましたが、その際に SNS ではこの写真が拡散されました。しかしこの写真はサーニャさんによれば、昨年の6月15日に撃墜されたミグ29の写真だそうです。その他の証拠写真がパラシュートのこの写真の1枚あるんですが、まあこれでは証拠になり得ないですよね。私の方でも色々と情報を探りましたが、ウクライナ軍の待ち伏せ成功説、3機ではなく実は1機だけ撃墜した説、マリンカやアブディエフカでの戦況の悪さを隠すためのプロパガンダ説など、様々な説が飛び交っております。またロシア国防省はこれに全く反応していないことから、事実かどうかは不明ですし、まあいずれにせよ戦況に影響を与えるほどの話ではありませんし、話半分程度で捉えておいた方が賢明だと思います。一方、黒海のオデッサ近くのアチャーコバのベレザンスキー河口にあるニコライフスキー造船所の桟橋に停泊中のウクライナ軍の河川哨戒艇が徘徊型無人飛行機ランセットにより撃破されました。この位置はロシア軍の陣地から距離は少なくとも10キロを離れていたとのことです。しかもこの光景を撮影しているドローンもあり、撃破の証拠が残っていますので、サーニャさんはこのように発表とともに証拠も公開するように願っているとのことです。そしてこれは26日火曜日にロシア国防省が伝えた情報ですが、大型揚陸艦ナバチェルカースクがフェオドシア基地でウクライナ軍の誘導ミサイルを撃退中に損傷を受けたと発表し、この攻撃により1名死亡、負傷者が2名出たと発表しております。どうやらウクライナ軍が SU-24 により英国製ストームシャドウ4発を放ったようですが、そのうちのいくつかが命中した模様です。現時点ではまだ詳細は分かっておりません。なおロシア国防省によれば、この攻撃した SU-24 2機は撃墜したとのことです。この件につき軍事アナリストのユーリー・ボドリョカさんは、通常はウクライナ側がこういった情報を率先して発表しますが、今回はロシア国防省が先に発表したとのことで、その迅速な対応を珍しく褒めていました。確かにロシア国防省の発表の速さは異常で、私も少し驚きました。まあ攻撃を受けた側が素直にそれを認めることは、事実を知る上では大事ですからね。今後もこのようにあってほしいと思います。では南部のヘルソン方面です。この方面ではやはりクリン
天気です。ウクライナ国防省によれば、ロシア軍はドニエプル川の東岸にあるウクライナ軍部隊の橋頭砲を撃破するために攻撃を続けており、1日で敵は15回の攻撃を行ったものの、我が軍は橋頭砲を死守したと報告しているようです。まあこれはロシア軍にも言えるのですが、サーニャさんによれば、この回数の報告は実際の回数と合わないことも多く、あまり参考にはしていないとのことです。一方でロシア国防省によれば、ヘルソン方面のオデッサ統合作戦グループの担当地域では、ウクライナ軍は膨大な損失にもかかわらず橋頭砲の拡大を試み続けており、我々の部隊を追い出そうという試みをやめず、23回の突撃を試みるも失敗し後退したと報告しています。まあここでもまた情報戦でしょうか、相反する情報を両軍が流しております。いずれにしてもこの方面で前線に影響はないとのことでした。次はその北のザポリージャ方面です。ここでも同じ状況で、両軍ともに敵軍の攻撃を撃退したと報告しているそうですが、前線に変更はありません。次はナバミハイロフカです。この地点ではウクライナ軍の戦車がロシア軍へと攻撃を仕掛けていますが、一方でロシア軍はウクライナ軍のこの2つの陣地に滑空爆弾、クラスター弾などを使用して空爆砲撃を加えたそうです。そしてまた数ヶ月間にわたり両軍が争奪戦を繰り広げてきた動物園をロシア軍は制圧したとのことです。まあこんな田舎なんですが、確かに動物園があったんですね。そのような面影が見えます。しかし制圧した映像はないものの、少し北に行った地点でロシア軍がウクライナ軍の歩兵装甲輸送車にドローン攻撃を行っている映像があり、爆撃を受けたウクライナ軍兵士たちが慌てて後退していく状況が映っております。次はマーリンカです。ここではほぼ全てをロシア軍が制圧しております。ロシア国防省は25日にマーリンカの陥落を正式に報告していますが、サーニャさんによればまだ一層作戦が行われており、ウクライナ軍は池の湖の方面へと後退しているとのことでした。しかし26日に軍事アナリストのユーリー・ポドリャカさんが伝えたところでは、25日まではウクライナ軍3号本部の作戦状況外観にこのマーリン機も入っていたそうですが、26日朝の参謀本部の報告書にはマーリン化に関する記述がなくなったそうです。つまりマーリンカの陥落をウクライナ軍司令部も認めたことになります。このマーリンカの要塞からウクライナ軍はドネツク市内への攻撃を行っていましたので、今後はドネツク市民も少し安心して寝られるようになるかもしれませんね。次はアブディエフカです。ウクライナ軍は何としてでもこのアブディエフカを死守しろとの命令を出しているとのことで、8旅団からなる40大隊をこの方面に集結させているとのことです。8旅団といえばおおよそ3万人から5万人ということになります。サーニャさんによれば、他の前線方面から1方面に援軍を送るパターンはバフムト陥落の時と同じで、バフムトと異なる点は、ここではすでに補給路がロシア軍のドローン攻撃や砲兵部隊の射程距離に入っており、援軍も簡単に前進できず、また補給も困難な状況にあることだそうです。この状況で戦いを継続すれば膨大な損失を被るだろうと予測しており、おそらくキエフ政権はアブディエフカは我々のものだということを西側へアピールする政治的目的のためだけに、この方面を死守する命令を下したのではないかと見ております。次はバフムト方面です。先ほどのアブディエフカでの説明ですが、バフムトは以前このブルーで囲んでいる範囲にウクライナ軍の要塞がありました。今年の5月末にはこのような図になり、あらゆる方面からロシア軍が攻め込んでいました。ですのでアブディエフカも遅かれ早かれ弾薬が尽きて兵員も不足し、結局このバフムトのようになるでしょうとサーニャさんはおっしゃっております。これが2週間前12月14日の前線図ですが、25日時点ではこのように変化しており、このバフムトの西部方面は全体的に大きく後退しているのが一目瞭然です。つまりここ2週間で数キロほどウクライナ軍が広範囲にわたって後退したことになります。以上ですが、果たして来年の年初には前線がどのように変化しているのでしょうか。まあ何か大きな出来事があれば特別にお伝えすることもあるかと思いますが、前線の兵士たちにも年末年始は少しでも休んでほしいなと思います。ということで、以上12月25日時点での前線の状況をお届けいたしました。今月の17日、セルビアで議会選挙が行われましたが、その選挙結果を受けて暴動が起きました。しかもその暴動は明らかに計画されていたことが判明しております。今回はこの件を深掘りしたいのですが、まずはその前にセルビアについてお話ししたく思います。あのユーゴスラビア内戦、NATO 空爆で有名になった人口700万ほどの小さな国の話です。
セルビア共和国はバルカン半島に位置し、現在8カ国の国々と国境を接する内陸国です。その首都ベオグラードは紀元前3世紀にケルト人により建てられ、実はギリシャのアテネやイタリアのローマと並ぶ最古の都市とも言われております。7世紀にスラブ民族が入ったことで、ベルグラード、ベルが城、グラードが町、つまり白い町と名付けられたそうです。セルビアはロシア、ウクライナと同じ東方正教会で、セルビア正教会が国境となっております。15世紀の中頃からオスマン帝国に支配されていましたが、1912年の第一次バルカン戦争で勝利を収め、その支配から逃れ、第二次世界大戦後にスロベニア、クロアチア、北マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モンテネグロと共にユーゴスラビア社会主義連邦共和国を建国します。その後、1991年12月のソ連邦の崩壊を受け、1991年から1992年にかけてスロベニア、クロアチアなど4カ国が独立して、残ったセルビアとモンテネグロでユーゴスラビア連邦共和国を成立します。しかし結局は2006年にモンテネグロが国民投票により独立し、2006年より現在のセルビア共和国となっております。セルビアといえば、おそらく誰でも知ってるのが第一次世界大戦のきっかけとなったと言われる1914年のオーストリア皇太子夫妻をボスニア系セルビア人の青年が殺害したサライボ事件ですよね。この事件の現場は実は今のセルビアではなくボスニア・ヘルツェゴビナなんですが、当時はセルビア王国でしたのでセルビアというイメージが強く残っています。またもう一つの有名な事件はユーゴスラビア紛争だと思います。ソ連時代には数多くの民族が一つの共産主義理念でまとまっていましたが、91年のソ連邦崩壊からその理念がなくなり、多くの構成国で民族主義が台頭しました。ユーゴスラビアもその一つでした。民族問題というのはもう一度火がつくとなかなか収まらないものです。ユーゴスラビアではこの動きが一番激しく、1991年にはスロベニアが独立をかけて10日間戦争を行い、1991年から95年にかけてはクロアチア戦争が起き、そして1992年から95年にかけてボスニア戦争が勃発し、連邦の解体に直接つながっております。そして世界を騒がせたのがコソボ戦争でした。ちょうどこの時代が激動する時期にユーゴスラビアやセルビアで権力の座についていたのがスロボダン・ミロシェビッチ氏です。このコソボ紛争には NATO が絡んできますが、現在のウクライナ紛争、ガザ紛争との共通点も見られます。この紛争の話をすると非常に長くなりますので、サクッと振り返ってみたと思います。ミロシェビッチ氏がセルビアの共産主義同盟中央委員会幹部会の議長だった1980年代中頃、コソボ自治州にはアルバニア人が約8割、セルビア人が約1割ほど住んでいたそうですが、コソボはユーゴスラビア社会主義連邦共和国を構成する6カ国と同様の共和国というステータスを望んでいたものの、それは認められず自治州と定められていました。まあ自治州とはいえ、大統領評議会に議決権のある代表者を送り込むことは認められていたそうですので、単なる自治州というよりは格は上だったようです。1985年にソ連にゴルバチョフ書記長が登場し、ペレストロイカというソ連の改革を打ち上げた頃からアルバニア人の民族主義が台頭し、セルビア人を迫害する動きが強まりました。ミロシェビッチ氏はこの時期にコソボを訪問し、少数派のセルビア人を擁護する発言を行い、セルビア側の民族主義者から熱狂的な支持を受けます。そして1990年にセルビア共和国の初代大統領に就任します。それからコソボ自治州での体制変更に着手し、州政府や議会を解体するなどして自治権を縮小させ、また教育プログラムには新たにセルビアの教育カリキュラムが導入され、州立の企業もセルビアに国営化され、そしてアルバニア語は州の公用語から外され、アルバニア語の新聞、テレビ、ラジオは中止されることになりました。しかしミロシェビッチ大統領がこういったコソボの締め付けに入ったのも、一方ではアルバニア人の過激派がコソボの少数民族であるセルビア人に対し、ここではちょっと言えないほどの乱暴な迫害行為を行ったり、セルビア正教の教会を破壊し、司祭や修道士などを迫害するなど、それなりの理由がありましたので、直接関係のない国はどちらかに加担せずに中立を守り平和を呼びかければよかったのですが、そうはなりませんでした。当時の米国は民主党のクリントン政権の時代です。今のバイデン政権はドンバスに武力で圧力をかけていたキエフ政権側を支援していますが、コソボの場合は圧力をかけられていた側のコソボを支援します。特に彼らが支援をしていたのは、
1996年に設立されたと言われるコソボ解放軍です。しかもこの解放軍の指導部には米国、英国、ドイツ、フランス、ベルギー、スウェーデンの外国人も含まれていました。つまり NATO 軍将校が指導していたということになります。そしてまたクロアチア軍もコソボ解放軍兵士の訓練に参加していたとの情報もあります。英国人のジェームス・ビセット氏は1998年以来、米中央情報局は英国特殊部隊の支援のもと、コソボでの武装反乱を支援する目的でアルバニアでコソボ解放軍の兵士を訓練し武装支援していたと語っていますし、その他数名もこのことを証言しております。この辺は今のウクライナと全く同じですよね。そして1999年には NATO によるユーゴスラビア空爆が始まりました。この空爆は私も少し記憶にありますが、特にセルビアの公共放送の入ったビルの爆撃は鮮明に覚えております。この空爆に関してロシアと中国は国連安保理の常任理事会で反対を表明しましたが、それは無視され、 NATO 軍は空爆を行いました。 NATO 側は国際的な人道危機を理由に挙げていましたが、空爆すること自体が人道危機になるとは一切考えないようです。 NATO というものはそもそも加盟国を防衛するための組織のはずなんですが、コソボは加盟国ではありませんでした。この点につき NATO 側は、バルカン半島の不安定は NATO 加盟国への直接的脅威であり、この軍事作戦は正当化されるとしていました。この場合の NATO 加盟国というのはギリシャだったようです。つまりギリシャの脅威になるからとこじつけて介入してきたわけです。しかも NATO 軍はこの際、ウクライナ紛争で大きくクローズアップされましたクラスター弾、劣化ウラン弾を対応していました。まあどうやらカッコつきの人道危機のためならタブーはないようですね。そして余談ですが、当時はまだインターネットはさほど普及していませんでしたが、日本のメディアはまだ客観的な報道をしていたように記憶しています。あの時代が懐かしいですね。まあ話を元に戻しますと、結局ミロシェビッチ大統領はロシアとフィンランドの仲介による提案を受け入れ、コソボへ平和維持軍を駐留するということで合意し、この紛争は幕を閉じました。実はミロシェビッチ氏は当時のロシアのエリツィン大統領に助けを求めていたそうですが、90年代のロシアは米英資本に牛耳られていましたし、全く助けにならず、ミロシェビッチ大統領は最終的に孤立に追い込まれてしまいました。まあもしあの時にプーチンさんが大統領だったら違っていたかもしれませんね。このコソボ紛争では NATO はやりすぎた空爆で非難されましたが、一方的にミロシェビッチ大統領をジェノサイドの責任者として人道に対する罪などに問い、全ての罪をなすりつけ、メディアを通じて煽ることで自分たちの責任をしれっと回避してしまいました。この紛争での両国の死者数は今なお正確には出ていないようでよくわかりませんが、一説には1万人とも1万3000人とも言われているそうです。まあおそらくそれ以上は出たのでしょうが、 NATO が調査する動きはなさそうです。このようにユーゴスラビアのセルビアという国はソ連崩壊後から西側勢力に苦しめられてきました。セルビアは約20年を経てボロボロになった内戦から平和を取り戻したところですが、今月の17日に実施された議会選挙結果を不服として首都ベオグラードでは投票結果の取り消しを要求する大規模な反対デモが行われ、それが暴動に発展しました。12月25日付の zen.ru からお伝えしますと、議会選挙では現在のブチッチ大統領の連立政権が得票率 47.36% で勝利しました。この結果に不満を持った新西側の政党、暴力に反対するセルビアは1週間後の24日にデモを呼びかけ、共和国選挙管理委員会が所在するベオグラード市内の中央通りを封鎖しました。記事によれば、この抗議デモはブチッチ大統領が国の政府の掌握を阻止するという発言の後に発生したそうです。ですので選挙が終わってから1週間後という少しタイムラグがあります。抗議活動に集まった人々はセルビアと EU の国旗を持参し、反政府スローガンを叫び、拡声器、笛、パイプを使用し、ベオグラード市庁舎への侵入を試み、ドアを破壊し、監視カメラも破壊しました。警官隊はこれに対し催涙ガスなどで応戦しますが、デモ参加者は窓ガラスを割り、ビール缶や石を警察官に投げつけたそうです。その後特殊部隊が群衆の猛攻撃を食い止め、警官隊は建物の正面玄関をシールドで封鎖し、一方抗議活動者らは発煙筒や発煙弾を使用したそうです。ブチッチ大統領によれば、暴動の参加者の数は約2500人に上ったそうです。まあ結果的に警官隊は管理棟近くの広場で暴動参加者らを解散させ、
建物を封鎖し、この暴動は無事に鎮圧されたようです。しかし、ブチッチ大統領がテレビ番組で語ったところでは、この暴動で警官2名が重傷を負い、また暴動の参加者35名以上を拘束したそうです。また、ブチッチ大統領は、暴動参加者らは文字通り人を殺す可能性のある石を警官隊に投げつけたと語り、力による政権交代は許しません。セルビアは民主主義国家であり、共和国の指導者は選挙結果によってのみ変えることができます。と強調しております。まあまさにブチッチ大統領のおっしゃる通りですよね。武力によって政権や選挙結果を覆すのは民主主義国家にはあってはならないことです。暴力に反対するセルビアという透明なのに率先して暴力を利用していますから困ったものです。ブチッチ大統領は以前からウクライナ支援に反対する発言を繰り返してきていましたが、そのためこの親西側の政党は当然ながらブチッチ政権に批判的だったわけですが、今回の抗議活動についてブチッチ大統領はドラマチック、劇的だったと次のようにコメントしています。セルビア国民の皆さん、この暴動は劇的でしたが、心配しないでください。何ら革命は起きていませんし、彼らの誰もが逃げ切れないでしょうし、我々は穏やかな反応、平和的な反応で、このランダムなデモ参加者たちを傷つけないように努力します。まあ非常に優しい言い方ですよね。ここで完全に押さえつけると反発を呼ぶかもしれませんし、また反発する力を与えることになるかもしれませんので、まさに分断を作り出さないように熟慮された発言だと思います。暴動を組織した黒幕の狙いは、第二のマイダン革命を起こすこと、ということを知っていたからかもしれません。実はブチッチ大統領は、ある外国の諜報機関からベオグラードの政権転覆を狙った計画があるので、治安部隊に暴動対策の準備を行うように、という連絡が入っていたとも語っています。事前に外国の諜報機関がこの動きを察知して、さらに分析してセルビア治安当局に情報を与えていたわけですね。ブチッチ大統領は助けてくれたのはどの国なのか発言しませんでしたが、同じセルビアのアナ・ブルナビッチ首相によれば、情報を提供したのはロシアの諜報機関だったとのことです。ブルナビッチ首相によれば、ロシアの諜報機関から警告の情報を受けたものの、それを政府関係者に伝えると逆に偽情報を広めたとして非難されたそうです。しかしブチッチ大統領と一部の政府関係者はこの情報を真剣に受け止め対応に当たったそうです。そして偽情報を嘲笑した人々を非難もしています。またブルナビッチ首相はロシアの諜報機関代表者に感謝の意を表しつつ、私の発言はきっと西側では人気は出ないでしょうと皮肉っています。思い起こせば、以前ロシアの対外情報局のナリーシュキン長官がメディアに最近露出しだしているとお伝えしました。その際に米国がまだ諦めてないという情報を発信していましたが、そのナリーシュキン長官はロシア歴史協会の会長も兼任しております。そして今月の11日に第二次世界大戦中のソ連とセルビア同盟の偉業を記憶に留め、対ドイツ戦の75周年を祝うというクレムリンの永遠の炎をベオグラードに移す式典に参加していました。その式典でナリーシュキン長官は、この炎の一部の位相は共通の歴史、共通の信仰、そして豊かな文化的伝統に基づいた私たち両国民の何世紀にもわたる兄弟愛を記念する象徴的な行為であると語っています。そしてこの永遠の炎は翌日の火曜日にロシア代表団によりベオグラードに届けられたそうです。おそらくはこの際に西側の不穏な動きに関する情報が伝達されていたのかもしれませんね。しかしまあ大統領と首相、そして一部の関係者が愛国心のある人たちでよかったですよね。せっかく正確な情報が届いても受け取った人物が買収されていて結果大統領まで届かないという例は数多く聞きますからね。この後ブチッチ大統領は緊急の国家安全保障会議を招集したとのことです。政府が一枚岩であることの大事さを痛感する事件でした。ロシア外務省のマリア・ザハーロワ報道官はニュース .ru に対し、西側諸国はバルカン半島をマイダンにしたいという強い願望を持っています。しかしこれは一体何をもたらすのでしょうか。国民も国家もすべきではないことの一例としてウクライナを見る必要があるように思いますと語り、外部から煽られる抗議活動は民主主義のプロセスとは何の関係もないことを強調しました。そしてセルビア国民は西側諸国がウクライナをどこに導いてきたのかをはっきりと認識しているので、自らこの問題に対処するでしょうと締めくくっております。まだウクライナのマイダン革命のほとぼりが冷めてもいないのに、かの国のあの勢力は次の選挙が始まるまでに次の紛争の種をまいておきたいと考えているのか、本当にしつ
賢いですよね。グルジアでもそうですし、モルドバでもそうですが、国民はすでに嫌というほど、この自由や民主主義、反プーチンというフレーズを使っての戦争誘導の常套句にうんざりしています。いくら国のエリート同士がつながっても、最後は国民の力が勝る。そのような風が吹き荒れてほしいものです。ところで、セルビアのミロシェビッチ元大統領は、2000年秋の選挙に敗れた際に、最後のインタビューで、ロシア、ウクライナ、ベラルーシのスラブ系民族の人々に次のように語っていましたので、最後にお伝えしたく思います。バルカン半島のウクライナとベラルーシの住民も、ロシア人と私は考えていますが、すべてのロシアの皆さんに今呼びかけたく思います。私たちを見て覚えておいてください。あなた方が孤立し、屈服した時、彼らはあなたに対して同じことをするでしょう。西側はあなたの喉を噛む鎖につながれた狂犬です。兄弟たちよ、ユーゴスラビアの運命を思い出してください。彼らに同じことをさせないでください。ミロシェヴィッチ大統領はその後 NATO の圧力により職権乱用と不正蓄財という容疑でまずは逮捕収監され、それから虐殺の責任者ということでオランダのハーグ刑務所へ移送され、2006年3月11日に独房で息を引き取りました。ハーグの国際司法裁判所は2016年の3月24日にミロシェヴィッチ氏に対し無罪判決を下しました。死後10年経ってからの無罪判決でした。一方で NATO 側の当時の責任者は誰も罰せられていません。そして無罪判決後に誰も謝罪をしておりません。この最後のインタビューから23年が経ち、もうすぐ24年になろうとする今の世界を見渡せば、彼の言葉には嘘がないと感じております。セルビアはもちろん、ロシアとベラルーシの人々、そしてウクライナの一部の人々の心の中では、この言葉は今もきっと生き続けているのではないでしょうか。というわけで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネルの登録とお友達やお知り合いへの拡散もよろしくお願いいたします。